金策工業総合大学、朝鮮民主主義人民共和国平壌市中区域に、ある大学である、同国の英雄である金策にちなんで命名された。電子図書館平壌の中心部、栄光通りの無機状電車、栄光通り停留場付近により南へ、約500メートルの場所にある。平壌駅からもわずか1キロメートルである。正面玄関は大道高想に通る。 鳥肌高岩通りよりにある。平壌の中心部で大道光に位置している金作工業総合大学は北朝鮮での科学技術教育の上の殿堂として科学技術、特に工業分野での高度な専門家を養成する総合的な中心の大学である。1948年9月に金日成総合大学から工学部が分離され、これを母体として ピョンヤン工業大学が設立された。朝鮮戦争中、教員と学生のほとんどが前線に出かけ、残りは平安北道に避難しており、停戦後に再びピョンヤンに移り復旧事業が終了した後に再開した。1951年1月31日、北朝鮮の第201号令によって、ピョンヤン工業大学の名称を 朝鮮人民軍の前線司令官として朝鮮、戦争中に死亡した、金作の名にちなんで、金作工業大学と変更した。1956年には、科学技術関連の学部を、防石工学部と運輸工学部、機械工学区、夜勤工学部などに分離し、これを母体として、平壌系工業大学、平壌鉄道大学、平壌機械工業大学、 高専工業大学、平ン,ン建設建材大学など8つの大学を創設した。1988年に大学創立40周年を記念して、金作工業総合大学と改称した。1990年に朝鮮コンピューターセンターの労働者を養成する金作工業総合大学、高等校が創設された。現在の金作工業総合大学には三つの学部、 11の学部と100以上の講座、3000人余りの教員、そして1万3000人の学生が在籍している。この他にも、職場の勤務や除体兵士で構成されている予備の学生がおり、修行年限は5年6ヶ月である。大学の総長は、高水則。また、4年生大学には、技術の教員の育成がある。このコースは、 中学校での科学技術教育を担当する中学校教員を養成するために大学や他の技術大学で基礎科目を履修した後にこの育成では教職科目を履修し技術教育士の資格を得るようになる。金策工業総合大学には北朝鮮の最も顕著な科学技術の教育研究の中心として電子計算機研究所、金属研究所、 半導体研究所、樹脂の長宗教研究所など10の研究所と50以上の研究室がある。ここには科学研究士の教授、専門家1000人がいる。平壌中心街の一角にある。大道光の中洲、羊格島の羊角島国際ホテルが向かいにそびえ、対岸東平壌には平壌ゴム工場がある。ありがとうございます。